ゆきが教えるカスタマ運気予報。二十四節気でいうと白露秋分を迎えます。暑さもようやく落ち着いて、これからは秋を感じる季節になりますね。自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこでカスタマを知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるんです。またあなたの季節が何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか気になりますよね。そこで1ヶ月の運気予報をお伝えしています。ご自身のカスタマがまだわからない方は、概要欄に LINE 公式のリンクを貼ってありますので、そこからあなたのお名前、生年月日、性別をメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神、カスタマをお伝えしています。運気予報はご自身のカスタマの下一桁で見ます。カスタマが4、14、24、34、44、54の方は宿玉4玉となります。それでは宿玉4玉の方の今月の運気数から見ていきます。今月の運気数は8。今月はモテ期到来、人との交流も増える、そんな月になるでしょう。それでは今月の運気の前に今年の運気からお伝えします。宿玉4玉の方の2023年は変化の季節、そして今月9月は表現の季節になります。それでは表現の季節を詳しく見ていきましょう。表現力が豊かになり、人とのコミュニケーションを図ることが多くなります。また人脈が広がる時期にもなります。自らが起こす行動に対し、周囲から援助を受けることも。精力的に行動を起こせるため、業務的、対人的、金銭面で動きが激しくなります。また奉仕の心が芽生えます。この時期に仕事の幅を広げられるような活動を起こすと良いでしょう。このように表現の季節では、人とのコミュニケーションが盛んになり、人脈が広がっていく時期。大切な人とつながるチャンスですので、しっかりと活かしていきましょう。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、9月の運気は9月8日から10月7日まで。中でも月の運気と日の運気が重なるダブルデーは9月の10、20、30。この3日間は家にこもるよりも積極的に外に出て、人との交流を図っていくといいですね。それでは表現の季節の良い傾向、悪い傾向をお伝えします。良い傾向に行くと、人との交流が盛んになり、活動範囲が拡大する、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、頑張った割に結果が伴わないので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、多忙だが気力、体力ともに充実していく、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、社交や交際で浪費になりがちなので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、営業などの表現力が増す、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、自暴自棄になり、うまくいかないので注意しましょう。このように運気予報をチェックして、今月の行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。カスタマ運気予報は毎月アップしていきますので、月の行動の指針にしてみてくださいね。そして今回お伝えしたことは、人生の季節で分かることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運など、もっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。詳しくは LINE 公式のメッセージからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。